はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、ルイボスティーのですね、効果効能についてお話しさせていただければと思います。はい、赤いヤブの奇跡というですね、言葉なんですね。ルイボスっていうものですね、アフリカのですね、現地の言葉なんですけども、ルイボスっていうのは赤いヤブの奇跡という意味合いなんです。はい、そういったところで本当に奇跡のお茶っていうように言われているくらいですね、健康だったり、いろんな美容だったりですね、本当に体にですね、良い効果があるお茶になります。で、今日はですね、何についてお話しさせていただくかというと、不妊症ですね。不妊症の予防改善にもルイボスティーをということでですね、不妊症とか改善にもルイボスティーってすごくですね、効果的なんです、実は。はい、もう私もこうファスティングによってですね、こう宿便を出してですね、体のオイル交換をして、そういう女性ホルモン単位でですね、脂質が元ですよね、油が元のホルモン単位でこう改善していくっていう手も使うんですけども、このルイボスティーだけでもですね、結構この不妊症の予防とか改善にですね、効果的ですので、ぜひですね、ルイボスティー、不妊症でお悩みの方はですね、試していただければなというふうに考えています。はい、そこでじゃあ不妊症予防改善するこう理由なんですけども、これもですね、3つですかね、3つあります。まず1つはやはり SOD なんですね。いつも出る SOD、 スーパーオキシドジムスターゼ、そろそろ覚えられてたでしょうか。まあ、要は抗酸化作用、こうアンチエイジングに効いてくるんですけども、まあ、今ですね、現在っていうのは晩婚化が進んでいますよね。晩婚化が進むことによって、やはり卵子っていうのもですね、まあ、年齢とともに老化が進んでいくわけです。で、老化が進むことによって、年齢が上がることによってですね、まあ、受精卵になってもですね、こう子宮内膜にこう着床しづらくなるんですね。はい、子宮にこう着床しづらいって言われるのが、まあ、不妊症っていう状態なんですけども、まあ、ルイボスティーのですね、含まれる SOD っていうのは卵子の老化防止にですね、すごく効果的です。それによってですね、まあ、卵子がですね、こう受精して着床しやすくなるっていうところがまず一つです。はい、もう一つはですね、まあ、ルイボスティーに含まれるですね、亜鉛ですね。亜鉛っていうものがですね、すごくいいんですね。まあ、ZN って書きますね。亜鉛っていうものがですね、まあここはちょっと難しい言葉になるんですけど、黄体形成ホルモンって言ってですね、黄体形成ホルモンをですね、活性化する働きが亜鉛っていうのはあるんですね。はい、それによって女性ホルモンであるエストロゲンは聞いたことありますよね。エストロゲンのですね、量が増えることになります。エストロゲンの量が増えると、まあ、子宮内膜っていうのがこう分厚くなるんですね。分厚くなることによって受精卵をまあ迎えやすくなるということは、着床しやすくなるっていうところになるんですね。はい、で、そういったところと、次はですね、まあ、亜鉛も含めてなんですけども、カリウムとかですね、マンガン、これもルイボスティーにすごく豊富に含まれるミネラルなんですけども、こういったものは生殖器官のですね、発達とか維持に欠かせないものですね。要はその精力を上げるものなんですね。はい、精力増強剤とかに入っているものなんですけども、こういったものが天然のこうルイボスティーにはですね、まあ、含まれているわけです、豊富にですね。はい、それによって卵子だけじゃなくて、まあ、要は精子もですね、卵子だけじゃなくって精子の質も上げることになるんですね。なので不妊症って言ってもですね、まあ、はっきり言って半分は男も含まれるわけですよ。はい、女の人だけじゃないですよ。男と女の問題じゃないですか。結構男の人で精子が奇形だったりとかですね、精子の質が悪くって受精しづらいっていうこともありますから、精子の質を上げるっていうところで亜鉛とかカリウム、マンガンっていうところがとても効果的なんですね。なのでご夫婦2人でですね、不妊症でお悩みの方はルイボスティーを飲んでいただくっていうところがとてもこうおすすめしているとか必要になっていきます。またですね、まあ、ノンカフェインになりますので妊娠中も飲めるんですね。で、授乳中ももちろん飲めます。はい、そういったところでですね、妊娠していたのが分からなくて
カフェインがあると妊娠した時にやっぱりノンカフェイン切り替えないといけないですから、ルイボスティーだとそんなことは必要ないんですね。妊娠中ももちろん飲んでいただきたいです。授乳中ももちろん飲んでいただきたいんですね、はい、とても重要なあのミネラルが入っているので授乳中もぜひぜひ飲んでいただきたいあのお茶になります。はい、で結局のところですね、じゃあこれ効果があるっていうふうに言われてるんですけども、あの即効性っていうのははっきり言ってないんですね。はい、実際3ヶ月は続けてくださいっていうふうには私お伝えしています。3ヶ月は最低飲み続けてくださいっていうふうに言われています。それにはですね、あの実は理由があってですね、まあ、卵子を作る細胞っていうのがあの、まあ、3周期、はい、月経周期の3周期をかけてですね、あの発達、成熟、排卵っていうふうにですね、あのこう至るんですね。なので質の良い卵子が育つためにはやはり3ヶ月必要なんですね。最低3ヶ月必要なんですよ。なので最低3ヶ月はあのルイボスティーを飲み続けていただいて、そこでまた効果測定をしていただくっていうところがですね、あの私が常にこうアドバイスさせていただく、指導させていただくところでお伝えするところではあります。はい、本日はですね、まあ、不妊症の予防とか改善のためにルイボスティーが有効なんですよっていうところで、まあ、SOD だったりとか亜鉛だったりとか、それ以外のカリウム、マンガンっていうところが、まあ、不妊症の予防とか改善に効果的で、やっぱり3ヶ月取っていただくっていうところがとても重要。まあ、男の人もですね、女の人だけじゃないです。男の人の原因もすごくありますから、ご夫婦揃ってですね、飲んでいただくっていうところをお勧めしています。はい、もしですね、ご質問等あれば下にホームページのリンク貼っておきますので、ぜひご質問ください。はい、次回以降もですね、まあ、ルイボスティの本当に効果、効能っていうのはもうまだまだあるので、順番にお伝えさせていただければと思います。ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。